エアソフトシューターの皆さん、こんにちは。ももです。今回のお話は聞き手と聞き目、そして狙い方に関するお話です。多くの方は聞き手と聞き目って同じ側にあると思うんですけれども、中には右利きだけれども聞き目は左、左利きだけれども聞き目は右といった方がいらっしゃると思います。そういった方の中にはエイミングをする際に困った経験がある方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思います。そういった方のためにより効率的な狙い方、エイミングの仕方のお話を今回はしていきたいと思います。以降基本的に右利き、利き目、左の方の構え方でお話をしていきますが、左利き、利き目、右の方は方向、構える向きなどをスイッチしてお考えください。ではまずハンドガンからです。右利きの場合、ハンドガンはこのように右目のところにサイトが来るようにして狙うと思います。なんですけれども、利き目が左の方の場合はこの構え方をすると、左目に映っている視界が優位になって、今どこを狙ってんのかちょっと正直分からなくなることがあるんじゃないかなと思います。そういった方の場合は思い切ってハンドガンを左目側にずらして、アイアンサイトが左目の方に来るようにしてしまうのが一つ手だと思います。中にはね、このような構え方が邪道だという方もいらっしゃるかもしれませんが、よりしっかり狙うためにはこのような工夫も必要かなと思います。仮にハンドガンにドットサイトがついていても同じです。このようにして自分の利き目側にサイトが来るようにして狙うと、より安定してエイミングすることができると思います。次にライフル、ショットガンのロングガンの場合です。ロングガンの場合、多くのモデルにこのようにストックがついていると思うのですが、やはり右利きの方が構えるとグリップを右手で持ってアイアンサイトを右目で覗くという構え方になるのが一般的だと思います。でこの場合ですと左目の視界がやはり優位になって、どこ狙ってるのかちょっと分からなくなることがもしかしたら起こるかもしれないので、この場合は思い切って左目を閉じてしまいましょう。ウィンクをするように。そうするとアイアンサイトでも左目の視界に邪魔されず、しっかり狙うことができるようになると思います。場合によってはこのように右手で構えながら左肩につけて構えるという手もあるにはあると思うんですけど、だいぶ特殊な例だと思います。またもういっそ左の利き目に合わせて構え方を変えるという手もあると思います。もうこれは練習次第でいかようにもなると思います。ただアイアンサイトの場合は利き目でない方で狙う際は利き目をいっそ閉じてしまうのが一つの手かなと思います。これが特に強く言えるのがこのようなフロントサイトのみがついているショットガンタイプ。このように構えた際に両目を開けていると左目の視界が右目の視界を邪魔して、どこを狙ってるのか分かりづらくなることがあるんですね。なのでこの場合はもういっそ左目を閉じてしまうのがやはり一番有効な手かなと思います。もちろんね、利き目が右、利き手が左の方の場合は逆になると思います。
で、オプティクス、スコープやダットサイトが載っている場合は、もうちょっと条件が変わってきます。右手で構え、右目で狙い、引け目が左の場合、しかしそれでも視界の中は、スコープのレンズに映っている視界でいっぱいになっているので、かなり狙いやすいかなと思います。この場合は、もう両目開けてても狙って撃てる方はこの状態でいいと思います。特にオフセットマウントにダットサイトを乗っけている場合、この場合は左目の視界がスコープで潰れやすいので、より狙いやすくなるかなと思います。まあ、それでもどうしても左目の視界が優位になってしまって困るという方は、やはり左目をつぶって狙うのが一番いいかなと思います。いかがでしたでしょうか。今回は利き手と利き目それぞれが逆になっている場合の構え方、狙い方についてのお話をいたしました。利き手と利き目が逆になっていること自体は決して欠点ではありません。一番大事なことは自分の癖や特性をよく理解して努力を積み重ねていくことだと思います。それでは皆さん、良いエアソフトライフを。